患者の数に医者が追いついていません。インドのどこの医療現場でも起きている問題です。特に地方では患者の数が都会に比べとても多いので深刻な事態になっています。医者の数をもっと増やして必要な数を確保したいのですが、早期に病気を治療するために患者はできるだけ地元で診察を受けるべきです。診察の結果次第でどこか大きな病院に行くようアドバイスすることもできます。これはとても重要です。実際は近くに病院がないので村人たちは病状が深刻になるまで治療を受けようとしません。もし初期の段階で診察できたら治療はより良いものになるんですが、農村に医療バスを走らせて5ヶ月、自信を持って始めたプランですが、現実は思うようにいきません。この村は7月から巡回を始めたばかり、4回目の訪問です。まだ村人たちの多くは遠巻きに眺めるだけで、診療所を利用しようとはしません。この日初めてやってきたのは母親と小さな男の子。子供が風邪をひいたというのです。注射が万能と信じている母親は打ってくれるよう医者に頼みました。しかし注射代100ルピーは親子にとって決して安い金額ではありません。豊かになる人が増え始めた一方、農村では依然として貧しい人も少なくはありません。このためモバイルメディックスでは患者のコストをできるだけ抑えようとしています。高額な注射を安易に打ったり薬をむやみに出したりしない方針です。私たちは村人たちが町の病院まで行くのと比べ時間も節約でき、費用の負担も最小限になるよう力を注いでいます。村人だけではどうすることもできない問題ですから、私たちが努力しないと。家の近くで安く利用できる医療を提供したいんです。7月中旬、カビクルトさんは一人悩んでいました。需要があると見込んで始めた医療ビジネス。しかし会社の業績は意外なほど伸びていません。3月の開業以来ずっと赤字の状態が続いています。この月早くも1万ルピーの赤字が出ていました。会社として持ちこたえられるかどうか正念場です。医療バスを続けるためには最低でも1月6万ルピーの経費がかかります。医師や看護師、ドライバーの人件費だけで5万ルピー。町の病院に比べて重労働な上に拘束時間も長いため、
人件費はこれ以上削れません。ガソリン代や会社の必要経費などにさらに1万ルピー以上かかります。こうした費用を捻出するためには一つの村で最低でも1日15人の患者が必要な計算です。しかし採算ラインを超える患者を獲得できている村はほとんどありません。もっと大勢の患者が来てくれると思っていました。最初は楽観的に考えていました。例えば人口5000の村なら1日に 3,40 人は来るだろうと思っていました。しかし実際にはたった 3,4 人です。現実はプラン通りにはいきません。想定していなかった事態にどう対処するかが大切です。最低でも患者の数は全ての村を合わせて1日 3,40 人に増やしたい。そのためにもっと村の人たちとの絆を強くして受け入れてもらえるよう努力します。学校で予防接種なども始めたいです。何かやればもっと多くの人に知ってもらえます。何をすればいいのかはまだこれからです。なぜ利用者が増えないのか。カビクルトさんは村の有力者に話を聞きに行きました。